じゃないですか。全く打たれないピッチャーです。全く打たれませんね。はい。6月12日水曜日の朝10時ごろに撮影しています。今日の朝ミスター上げてたんですけど、この茜花恋ちゃんの右目が、プクッと出ているので、淡水に、2分から3分をつけたら、多分ここについてる、肌虫寄生虫がポロッと出ると思うので、その後寄生時間を比較的長めにとって治療したいなと考え、今こちらで淡水浴用のお水を用意しています。プラス今日ニシキヤッコのこの子がこの岩の下で隠れる、1時間ぐらい隠れてたのかな。今こうやって出てきているんですけど、餌も食べてます。なのでついでに淡水浴しようかなと思ったんですけど、撮影しようと思ったらこのように出てきたので、今日一日見て明日の朝、まあその淡水浴をした方がいいかっていう判断をしたいと思います。まあアズファのことがあるので、前回の淡水浴5月31日からまだ10日過ぎ12日しか経ってないので、アズファが5日後再度淡水浴後に、まあエラが白かったので、まあ、手遅れ状態でありましたが、それは淡水浴の時に、寄生虫が取りきれなかったため、残ってたものがまだエラを侵食してた、その後侵食してた、もしくは卵がかえってまたその子たちがエラを痛めつけてたのかなとは思う、いろいろ理由がね考えられるんですけど、ニシキももしかしたら5分の淡水浴では取りきれずにまだ残っている可能性もあり、淡水浴した後同じようにアズファーと同じようにもしかしたら倒れてしまうリスクもあるので、ここはそのまま様子を見るのか、前回淡水浴したのでこのまま1ヶ月は様子見るのか、今日一日観察しながら考えたいと思いますが、その前にこの茜花恋もうめんどくさくはなるんですけど、一回ライブロック取り出して、この子だけ淡水浴して戻して、その後、まあ、この錦が、まあ、影に隠れたりぼーっとしてることが今日一日あれば、観察していてあれば明日の朝か今日の夜ですね、もう一度このデスロック取り出して淡水浴したいと思います。とりあえず今からちょっとね海藻70流してみたいと思います。まあやっぱり下に隠れること多かったんですけど、まあ、ご飯を食べるかどうかっていう確認を含めて、まあまあ食べますね、やっぱり。やっぱ食べてるな。まあこんだけ食べてたら、そやな。やっぱりちょっと今日はやめとこうかな。今日はやっぱり茜花恋だけの淡水浴にとどめたいと思います。茜花恋は淡水浴に弱いので、すぐ汽水に移行できるように、これぐらいの水位で
短水浴始めたいと思います。5分経過したまだまだ寄生虫がエラの中に残っていたようです。まあもうすぐ6分なので、そうですね、寄水にしていきます。まあ、6分ですかね。まあ、体も大きいし6分にしようか。淡水浴直後の様子です。まあ多分ダメな場合はすぐ倒れるんですけど、まあ、こんだけ比較的普通に泳げているので、淡水浴今回はしてよかったなっていう感じだと思います。ちょっとこっちにもね水取っちゃったんですけど、とりあえずどれだけ出たかっていうのも確認したいんですけど、結構多分出てますね。結構出てます。まあ細かいのは先ほど底のゴミを吸った海水を入れたので、細かいゴミとかが出てますけど、今回も、非常に多くの寄生虫が取れました。今回は、淡水浴7分、寄水3分で10分間、淡水浴してみました。多分じゃあ、ね、だいぶすっきりしたと思うので、またね要観察続けて、明日からね続けていきたいと思います。ただいま3時15分ごろに撮影しています。こちら錦屋湖長藩の様子なんですけど、まあ、長藩は、まあ、隠れてたんですけど元気よく上の方で泳げるようになってきました。
錦アッコはまだちょっと隠れ気味なんですけど、まあ淡水浴7分プラス3分したんですけど、まあそんなに様子は変わっていません。まあ寄生虫がねしっかりと出ていってくれたと思うので、だいぶ体は楽になったんじゃないかなと思っています。やっぱりアズファは、まあ、エラの色もね白かったっていうこともあって、やっぱり手遅れな時はやっぱ5分でも多分厳しいっていうことですね。だからほんまに元気なうちに淡水浴をしておくというか、まあスミレヤッコも結局まあ食べる量が全然変わらないので、まあ、寄生虫がねもしついてたらっていうことだったんですけど、結果出なかったっていうことはまあ単純に食が細いっていうことなんだと思います。まあ、ですからここはホンソメワケベラ、まあ、もしいてたとしても掃除はしてくれないと思いますが、ホンソメワケベラいてない分、まあ、しっかりと様子を見てもう、まあ、早め早めに淡水浴ということで入会から1ヶ月して淡水浴してみて出なかったということは、まあ、ここから新しい子を、ね、お迎えしない限りは多分淡水浴しなくて済むんじゃないかなと思っています。結局ここの水槽に行ってる時はバクバク食べてたのに、こちらのね900、300に移ってやっぱり食が細くなった、やっぱり一気に食べれる量が5個とかになったっていう、まあ、動画とか自分の動画見返すと分かると思うんですけど、やはり食べる量が減っていたという時にしっかりと淡水浴を早めにしておけばアズファは助かったんじゃないかなと思います。ですがやっぱりね、なんでこんなに寄生虫に悩まされないといけないのかなと日々日々思うんですけど、まあもう少しでもやっぱり餌の食べ方食べ具合が減ったらやっぱり健康なうち元気なうちに淡水浴、まあ、ちょっと5分ではもしかしたら足らないかもしれませんね。5分しっかりやって7分まで様子見て起水3分の10分っていうのがそれぐらいしてやっとしっかりと出せるのかなとは思いますし、まあ、錦アッコも、まあ、前回5分で切り上げたんですけど、今回みたいに7分してたら残ってなかったのかもしれませんし、これは正直わからないですね。実際ワヌケとハタタテダイは5分の淡水浴、あの時でも7分ぐらいしたのかな。でもやっぱり1ヶ月経って、出なかったっていうのもあるので、やっぱりしっかりと取り切ってしまえば今後あの寄生虫に対する免疫とかも出てきて、まあ、寄生虫とかが出にくくなるのかなと考えています。なのでこのまま錦アッコはしっかりと寄生虫が取り切れたので、まあ長期飼育目指して、まああまり新しい個体も入れる予定もないし、しっかりと長期飼育できるようにこの錦にしてもじゃ、ね、スミレヤッコにしても、まあ、当分は新しい個体をお迎えせずに長期飼育頑張りたいと思います。あとね、途中で出てきたクマノミちゃん5匹なんですけど、まあこんな感じで入会から3日目ですね、今日こっちの端っこに追いやられてる感じがあります。餌はねしっかり食べてるんですけど、隠れクマノミとかにがちょっとまあ多少プレッシャーかけてる感じはあるんですけど、この刺激がやっぱりこちらのサンゴたちのこの中に、入らせないようにこう
ガードしてる、守ってるっていう感じがあります。なので熊の実が今右端っていうかね、こちらの端っこで今固まって泳いでる感じです。ちょっと許してもらえるようになってきたかな。またまあまあそのうち馴染んできて、まあ水槽全体を泳げるようになるんじゃないかなと思います。